ちは。漢方薬剤師の中尾です。アシスタントのマールです。中尾先生、はい、漢方メーカーの実態を教えてください。うん、そうやね、あの漢方メーカーで言ったら一番あれ大きなところは日本じゃ津村さん、はい、今の津村ってみんなの粉薬のエキス剤になってるんだけど、もともとの津村さんのスタートはどこなのって言ったら、やっぱり実を言うと奈良県。奈良県、はい、奈良県のやっぱり生薬人の、息子さんが、はい、東京に出ていい漢方生薬を広めてやるっていうところで、はい、それで津村順天堂っていう会社を作って、はい、でいい生薬を作ってたんだよね、うんうん、でもそれがまあちょっといろいろで、大志製薬ってなんていうか新薬メーカーだから、はい、そこのね会社の人が入って社長になって、それからちょっとねだんだんなんか簡単にこうできるようなものとして、なんか昔のなんか漢方生薬メーカーらしくなくなっちゃったんだよね。で、次に大きなクラシエさんとか言ったら、はい、あれもともとカネボウって言って、ああカネボウ、はい、カネボウって化粧品が中心なんだけど、はい、カネボウって宝石屋って、金っていうのは金辺にわらわって書いて、あと宝石、はい、宝石会社、要は絹とか綿を作ったり、はい、そういう風な宝石屋から始まったの。それが漢方薬が儲かるからそっちの方に走ってるちょっと不純な動機じゃないかと何心は思ってるけど、はい、まあ、そういったメーカーの歴史がこういうのはあるよね、はい、うん、でももともとさっき言った漢方薬メーカーっていうのは漢方の走りっていうのはまずどこなのよって言ったら、まあ、さっき言った奈良県、あと滋賀県、うん、それとあと三重県、それとあと富山とかさ、あれみんな忍者のふるさとなんだよね、はい、うん、だけど忍者のふるさとで自分たちがこう生薬を作って、でみんなほらこう背中にさ薬箱を持って全国優勝して全国の情報を掴んでいったっていうのが一つあって、はい、でも途中でやっぱりそういうふうにこうどん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 売れてくるとさ、時代が変わってくると最初の思いがちょっと消えちゃってくる場合が 大発だよね。やっぱりお金にってことですか。そう、うん、お社員も増えたらさ当然売り上げも上げていかなくちゃいけないから、うん、そしたらどうしたら本当にさ患者さんが治るのっていうよりもちょっと売り上げの方に見えちゃってガンガンいっちゃえみたいなっていうメーカーがやっぱり多いよね、はい、うん、だからそういったメーカーっていうのは自分たちメーカーが、だから今インターネットがあるから直接さ売っちゃえっていうふうになっちゃうけど、はい、昔っていうのはやっぱり漢方薬局とかさ相談薬局とかその人たちをある意味洗脳してこの商品にいいからこの商品売ってくれっていう風に洗脳して、その洗脳に乗った我々漢方薬剤師があこれがいいんだ、はい患者さんにこれっていう形を取るんよね、はい、それに対してたくさん売れたらハイリベートっていう話になって、結局みんな一気に走っちゃうんだよまあそれは、まあそれはまあね一般のどこのメーカーもそうなんだけど、漢方メーカーだけじゃなくて一般の新薬メーカーとか化粧品屋とか何でもそうなんだけどさ、まあ、結局は行くのはあるけどこれ、うんうん、まあ大事ですよね。そうだからそういったところまあ漢方だからなんかね素直、漢方だからなんかいいだろうっていう風なのも思うけど、やっぱ裏には転ぶ金っていうのが絶対あるから、だから僕が好きなのは、はい、商売上手なメーカーより商売が下手なメーカーの方がお客さん思いすぎる、うん、っていうかそういったお客さん思いすぎるっていうのもそうなんだけど、売り込みが下手、うんうん、だけあんまり売れないからはお金持ちになれないけど、そのうちそれでもなんか一生懸命やってる、うんうん、だ例えばね、まるちゃんが好きな例えば男性はね、もう派手にねやっててお金持っててオラオラって言ってる人がいいのか、それとも無口だけどなんかコツコツやっててしっかりやってる優しい人がどちらも、やちょっと男性を例にされると迷うところがありますけどコツコツ堅実な方がいいかもしれないですね。そう派手な方行きがちですけど、そう派手な方はちょっとね怖いよねだからそういうふうな、僕もだからメーカーさんとお付き合いするときには派手なメーカーはもうなるべくこう避けてて、
もうコツ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 やっていく方の方が好きだね。うん、そういったことをコツ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 やっていける方が、まあ、最後的にはずっと長続きするんじゃないかなと思います。恋愛と一緒ですね。漢方薬や健康に関するご質問をコメント欄にお待ちしております。動画にてお答えします。